一歩も引かないぞ。夜明けはすぐよ。
が神よ、魂に祝福を。夜明けはすぐよ。せいや。心のままに。
しい時間にはならなそうだ。ちょうど俺の充電を始めるところだったんだ。自己紹介の時間にはちょうどいい。大丈夫なんですか？さあなあ。ほら、じっとしてやるからよく見るがいい。痛みのせいで額から流れ落ちる汗を、体中に入り込んでる配線を、このゴミダメで暮らす俺を、この哀れでむさ苦しい体を、苦痛と恥辱を隠すために必死で皮肉を並べる俺を、全部今受け止めるんだな。遠慮しなくていい。あ、いや、俺は。ほら、これで十分分かっただろう。こいつは大丈夫じゃないってよ。ごめんなさい。あなたのことちゃんと知りませんでした。ちょっと外で待つよ。その充電だ。そうしてもらえると助かる。今のは何だったんだ？わからない。
あんな気まずさは初めて知ったよ。耳が腐食してないことをお忘れなく。で、何しに来たんだ。ただ観光に来たわけじゃないだろう。腐食病のことが聞きたい。俺たちの母親がかかって治療法を探してるんだ。私は他の人たちも救うつもりです。おいおい、腐食病だって？そりゃ深刻だな。あなたが無事克服したと聞いて。俺があれを克服？そりゃ面白い。おい、何がおかしい？お前ら、そんな噂話を鵜呑みにしたのか？こいつはいい。お前も義手を使い始めたら、あいつは腐食病の治療法を見つけたらしいって噂が広まるかもな。呆れてものも言えねえ。そんな噂いちいち真に受けるなよ。では、義手の下に隠す斑痕は腐食病にかかった証ではないと？おっと、見たのか。そう来るなら取引しよう。取引？ああ、もし俺が本当に腐食病を克服したんだとしたら、その秘密を知りたいだろう。そんな有益な情報がもしただの噂だと分かればさっさと言っちまうだろう。否定はできません。とにかくお前らはジャグホルムやエロンみたいなど田舎からはるばる愛する者を救うためにやってきたってわけだ。親だか猫だかハムスターだかを、その純粋な気持ちを利用させてもらわない手はないだろう。で、交換条件だ。教える代わりに心臓を持ってきてほしい。心臓？どういうことだ？脈を打つ人間の心臓じゃないが、心臓であることに変わりはない。ちょいと複雑な装置で、まだ痛みを感じるこの胸にそっと入れる。そうやって動かせなくなった身体機能を制御するんだ。わけのわからないことを言うな。どんな形なんだ？そんなものは知らない。知ってたらここにいねえよ。俺はお前が何か知ってるとは思えない。仮に本当に腐食病から生き延びたんだとしても、俺たちに詳しく教えるのは無理だろうな。これだけ飲んでて正気を保てるはずがない。痛みを和らげるのに必要なのさ。セレネ、もう行くぞ。こいつは役立たずだ。ほう、俺は役立たずか。心臓の形を教えてやろう。小さな黒いモノリスだ。廃品置き場にある。持ってくりゃ知ってることを教える。持ってこなけりゃ治療法もなしだ。母親も助からない。別に俺を信じなくてもこっちは構わないんだ。呼んでもないのに勝手に押し入りやがって。出てけ。心臓は私が見つけてきます。必ず。同情なんかするなよ。セレネ、あいつは知ってるのよ。あの犯行は本物だわ。裸の時にそんなとこ見てたのか。なんで嘘をつくのかはわからないけど、一つだけわかる。あの人は私たちが求めている情報を握ってる。じゃあモノリスを探すとするか。
俺が先導する。行くぞ。
さっさと片付けるぞ。夜明けはすぐよ。贼呀！夜明けはすぐよ。ちょっと待って。どうした？多分ここに。おい気をつけろ、その尖ったのは。いった。鋭いぞ。あ、それはいった割れたガラスだ。いった、だだ。おい怪我するぞ。もうちょっと。それはそんなに欲しかったのか。きっと役に立つわ。じゃあモノリス探しに戻りましょう。
人をあそこへ行かせたのね。ああ、そうさ。死ぬかもしれないって分かってるのに。毎日誰かが死んでる。俺だって死にかけた。それだけのことだ。俺の嘘で死んでく人間の数なんて所詮大海の一滴だ。もういいだろう。俺は寝る。このくたばり損ないは休まないとやってけねえんだ。あなたは今一線を越えようとしてるのよ。何言ってんだ。愚か者から人殺しになる気。ほっといてくれ。そんなに助けたいなら自分で行けばいい。私は戦士じゃない。これはあなたの問題よ。気にしない。俺はもう、気にしないって決めたんだ。母親を救いたいだと？そんなの同情を買うための嘘に決まってる。あいつらは死ぬ。俺は寝る。俺はそんなやつだ。そんな。
う必要はないのよ。贼呀！一番奥まで来たな。モノリスを探さなくちゃ。まさかこれ。うわ、我々の知る限り第三の欠片の行方は依然として不明だ。何？調査を進レイナンは無事に計画を遂行したと想定し、警告天元なき受信者を確認、メッセージの機密性を喪失、消去プロトコル開始。プロトコル？は？我が神よ、魂に祝福を。
夜明けはすぐよ。壁がないと隠れられない。スイッチを押すぞ。御心のままに。不徳な魂に祈りを。贼呀！
ダメだダメだ、頭に血が上ってる。お前何しに来た？助けに来てやったんだ。俺はモノリスに近づければいい、他は任せた。分かった。おい、信用するのかよ。不織病になっても生きてるなら戦いで死ぬわけにもいかないか。くらえ！せいや！夜明けはすぐよ。くらえ！夜明けはすぐよ。壁がないと隠れられない。スイッチを押すぞ。夜明けはすぐよ。
罪悪。不徳な魂に祈りを。俺のジャミングがないとお前らはろくに攻撃できないぜ。嫌な予感がする。壁に隠れるぞ。くらえ！
大抵の機械ならジャミングできるんだぜ。心のままに。さあもう一丁。夜明けはすぐよ。夜明けはすぐよ。夜明けはすぐよ。
自爆する気だ。逃げろ。やったぞ。どうした？バッテリー切れだ。バッテリー？心臓ってのは俺の義肢を動かす電池だ。ないと数時間おきに地面に倒れちまう。というわけで戦闘でバッテリー切れになった俺は椅子へ戻って2時間充電しないと一歩も動けない。次の充電は20時間後だ。ほら、笑い物にしろよ。おお、それで心臓が必要だったんだな。ああ。最初からそう言ってくれりゃ、もっとちゃんと話を聞いてやったのに。言おうとしたけどお前に遮られたんだ。あの調子なら遮りたくもなるだろう。それに俺たちを死なせようとした理由は、本当はモノリスはバッテリーですらないただの罠だ。お前たちにひどい仕打ちをしてやりたかっただけだ。は？俺の身にもなれよ。急にうちに押しかけられて、不織病について知ってることを教えろって迫られたんだぞ。俺じゃ他の連中と同じだ。それに全部話したところでどうせ信じなかっただろう。お前は愛想悪いしな。ダリオンだ。ダリオン、死なせようとしたのは悪かった。謝れば気が済むか、それともオイルだまりに身投げでもするか。そこの司祭はセレネ、モノリスでは充電できないということですね。そうだ、自業自得だろ。そんなことになってたとは知らなかった。いや、知らなくて当然さ。さて、帰るのを手伝ってくれ。腕一本で這いずってたらいつかはかかっちまう。背負ってってやるよ。電源口が壊れた。タラニスを呼ばないと。呼んでこよう。これを見つけました。心臓ではないけれど。俺のロケットだ。もう見つからないと思ってた。なぜこれを？どうやって見つけた？尊厳と尖ったものへの恐怖を打ち捨てて、うん、あなたにとって大切なものかもしれないと思ったので。まさか見つかるとはな。イソリスさん、あなたのお気持ちまでは分かりかねます。ですが事態は肯定します。あなたにも皆さんにも必ず。くそ、泣いてない、泣いてないぞ。
後で錆びたら困るのは自分だろう。涙を流すな、こらえろ、目の中に戻せ。よし。お前の勝ちだ、セレネー司祭。知ってることを教える。だがそれだけじゃダメだ。なぜ？とある場所を案内できる人が必要だ。腐食病を恐れない人間が。また恥をかくつもり、イソリス？タラニス、説教なら後だ。こいつらに手を貸すことにした。違うわよ、あなた自分の足元にあったバッテリーに気づかなかったでしょう。どういうことだよ。あなたはモノリスを分解した。モノリスは膨大な量のエネルギーを発していた。それで、そのエネルギーはどこから得ていたと思う？どこって、バッテリーだ。そう、この装置には電源を切らなくても人生を100周できるほどのエネルギーが入ってる。だから戻って取ってきたんだ。ってことは、ええ、あなたはまた歩ける、自由に。もうこの穴蔵で余生を過ごさなくてもいいの。くそ、涙腺が。じゃあ始めるわね。これでここから出られる。お前たちは俺の人生を取り戻してくれた。だからその見返りとして全力でお前たちに協力しよう。ということは？寝袋と食料が3人分になるな。俺も一緒にアバリスに行く。おい待てよ、俺たちはついさっきお前に殺されかけたんだぞ。助けてやっただろう、これでお合い子だ。なわけあるか。どうしてついてくることに？さあな、俺なりの感謝の気持ちってとこか。いえ、まだ何かある。本当は治療を受けるためだ、奇跡を起こすために。でもどの道お前らには俺が必要だ。なぜ？母親を治したいなら暗黒の地に行く。そこを案内できるのは俺だけだ。それに腐食病についちゃどうだ、俺より詳しい奴なんてこの世にいないぞ。私たちが救いたいのは世界です。そうだろうよ、だがそのためには俺が必要だ。こんな奴をもう一度信用するなんて無理だ。何？よし、こうしよう。3人でヘレルソウルへ行けばいい。アバリスへの旅の手配を終えたら、治療法について知ってること全部教えてやる。俺を信用するかはそれから決めろ。なぜ今すぐ教えない？話すと喉が渇くし、ティルカエラムのワインはエンジンオイルみたいな味がするからな。手を貸してほしいならこれが条件だ。譲歩はしない。私は怪物を世に放ってしまったのかもしれない。義理がたい怪物だけどな。
一歩も引かないぞ。夜明けはすぐよ。夜明けはすぐよ。御心のままに。
夜明けはすぐよ。
食した機械ヶ原を浄化するってか。気になってたんだが、コンソートの奴らはどうやって浄化してるんだ。塩でもかけるのか。いや、今は火を使ってる。火で無理なら転用されたアークリッドの爆弾を使う。ほう。で、うまくいくのか。うまくいくまでやるんだ。